こんにちはボリンジャーバンドレタターーーーサポーターの成田でございますボリンンジャーバンドはジョン・ボリンジャー氏が1980年代初めに開発したテクニカル分析ツールです当時ボラタリティは性的で統計的だとひどく信じられていましたしかしマーケットを深く観察していくとボラタリティはよりダイナミックでありプライスの変化に 適応的なバンンンドが必要だとと気づいたとジョンはコメントしておりますボリンジャーバンドは証券 FX 商品そして先物といった電子上で利用できる凡庸性の高いツールで超短期時間足から時間足日足周足、そして月足と全ての時間枠で利用できるツールとして広く知られています。 ジョン・ボリンジャー氏は1988年にキャプタル・クロース・レターを発行しましたが、1917年にボリンジャー・バンド・レターに改名されています。今回、パン・ローリングはボリンジャー・バンド・レター BBL の日本語版を発行することになりました。BBL は第2土曜日に発行が予定されていますので、日本語訳の BBL は第3週に発行する予定です。 BBL は投資資金配分、アセットアロケーションをはじめ、米株式市場、米債券市場、為替、商品市場を開設しています。今年1月の BBL の,一部,の画面一部をコピーしました。もちろん BBL は日本語化されて発行されていきます。慣れ親しんだボリンジャーバンドを使って、ニューヨーク証券取引所の当落線、 AD ラインを分析しています1月の時点では a d ラインは上昇を続けモメンタムが失われていませんでしたこのような形で全ての指数をボリンジャーバンドを使って分析解説していきます BBL の特徴の一つは米株式市場を中心にポートフォリオを公開している点ですアソトエレケーションに準じた比率で 投資資金を各アセットクラスに配分していますが、問題はどの銘柄に投資するかです。ここでは、ETF をはじめ、アメリカで上場している金融商品がリストアップされています。もちろん、購入時期、購入価格も開示されています。しかし、ボリンジャー市は、慌ててリストされている銘柄に投資するのではなく、ボリンジャーバンドを使って、 最適なエントリーポイントを探してエントリーすることを推奨していますそのため BBL の購入者はボリンジャーバンド分析をおのずと学ぶことが重要になってきますポートフォリオはコアポートフォリオと ETF ポートフォリオの2種類を公開していきます現在では個別銘柄よりも上場投資の ETF の方がコスト面などでも有利と言われています BBL が発行されない週末にウィークリーアップデートが公開されます。ここではポートフォリオのクリミレ変更等があればその内容が公開されていきます。ウィークリーアップデートの中ではバリューライン戦略 VLP のシグナルが公開されています。バリューラインは S&P500 よりも古くからある指数の一つで VLP が買いエントリーすると 米株式市場全般が買いになります米株式市場投資のタイミングを図る上でバリューライン戦略は役に立つシグナルになるでしょうアイスブレイカーは平均回帰システムで売られすぎと買われすぎの状態を確認してアクションを起こすシステムになってみます選定された ETF を対象に ここではボリンジャーエンベロープを使ってシグナルを発生させているシステムになっています。BBL が発行される週を除いて毎週25枚のチャートがセットになったパックが公開されます。s p 5 0 0をはじめ VIX などボリンジャーバンドを使って分析しています。コメントは BBL に記載されていますのでウィークリーアップデートではデータとチャートの更新のみとなっています。 米株投資に役立つ情報が満載のボリジバルレターですこれからもよろしくお願いします